さ、ケイタってあんま女の子と絡まない。それ以外、当たり前で本も読むやめて。ほんまに。絡まないじゃん。それがなんか浸透していくと怖いから。ほんまに。あんま絡んでないイメージなのよ。本名だって。俺本名出してないから。一方的に俺の本名出しておく。全然出してないよ。あるじゃないんだよな、私の中じゃ。まあまあまあ、ええわ。なんで、もう一回言って。ケイタね。だからケイタがあんま絡んでない女の子と。あ、最近感増えたの。じゃなんで女の子と絡まなかったの。単純に女の子との相性が良くなかった。会う女の子がいなかった。そうそう。で、俺の視聴者の人ってやっぱ男が多くて、トークで面白い喋りが見たいとかってのが多くて、女性が求められてない感じやった、正直。あ、まああと女性と仲良くなるきっかけがなかった。童貞そこで童貞っていう発想が出てくることがもうあかんねん。あ、そっか。こういうのは封印していかなくちゃいけないんだ。そう。あ、そっかそっか。いや、まあそれぐらい大丈夫やけど。勉強になるよ。それぐらいだと別にいいんやけど、そういうのもあってコラボせんかった。